今日、船瀬先生、ジェイプセンターさんの二大巨頭の話、第2部に移ります。では、ジェイさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ジェイです。ですね、ちょっとコンピューターの調子がですね、去年の年末、サイバーバトルの強烈なのがあってですね、コンピューターがちょっと調子悪くて、今日の直前ですね、ちょっと吹き飛んでしまって、準備があれですけれど、まあ、1時間ぐらいということで短いので、要点を重点的にですねお話ししていきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、ですね、まず先に、まあ、コンピューターの方の進みとは関係なくですね、お話をしていきたいと思います。今日のですね、船瀬さんのお話、僕ちょっと伺えなかったので内容まであれですけれど、まあ、船瀬さんが言いたいことっていうか TPP に関してですね、食べ物の件ですね、TPP に入ってくると日本の食の安全のルールがですね、海外の、その、まあ、もっと言うとアメリカのですね、巨大企業に狙われて、例えば日本の基準があったとしてもですね、それが あるがために日本に入ってこれないと文句を言われて、日本政府を訴えられてですね、日本政府が負けてしまうと、企業に負けてしまうわけですね。こういう事態が来ると、その意味なんですけれど、僕はちょっとその意味をお伝えしていきたいと思います。それでですね、この TPP が起きてきた背景というか、これは何なのかということをですね、あまりネットを調べてても言われてないようなので、自分の調べてきたですね、ニューワールドオーダーという観点からですねお伝えしようと思います。全般はですね、映像っていうよりもちょっとお話でいこうかと思います。ニューワールドオーダーってご存知の方、手を挙げていただけますか。大半の方ご存知ですね。では話しやすいんですけれど、そうですね、今ニューワールドオーダーというものがですね、世界中に号令をかけられているわけですね。例えばですよ、ちょっとこのやり方で申し訳ないんですけれど、最近ですとね、バイデンっていうアメリカの副大統領ですね、人がありましたね、これです。はい、こういう見せ方になってしまうかもしれませんけれど、よろしくお願いします。バイデンという人がですね、ニューワールドオーダーだって最近宣言してるんですね。まあ言ってることはですね、第二次世界大戦後ですね、いろいろ状況も変わってきたんで、そろそろ新しい、秩序がですね必要だと言い出してるわけですね。彼はオバマ政権の副大統領だと。それでですね、第二次世界大戦以後の世界っていうのはブレトンズ体制って言われるわけですね。ドル基軸制の体制です。これがやられてきたわけですけど、ニューワールドオーダーだって言ってるわけですね。で、僕は5年前ぐらいからですけど、勉強会に出て、発表させていただいているのは、今ですね、世界にはグローバリストって言われてですね、世界を股にかけて、活動している人たちがいて、その多くは起業家か銀行家なんですけれど、その人たちがですね、動き出していると。で、そういった時代にニューワールドオーダーが起きてきているということですね。で、ですね、ドルが崩壊するんじゃないかということを僕は言ってきたわけです。で、このグローバリストっていう人たちの、正体はですね、国際銀行家ですね。今日は時間がないのではっきり言っていきます。国際銀行家ですね。で、この人たちはどのぐらいから暗躍しているかというと、まあ1815年にロスチャイルドが、大金を
ワーテルローの戦いでね、せしめてから始まっていると言われて、その、実行段階に入ったのがですね、1913年ですか、FRB ですね、アメリカの、ドル札を刷っているところ、FRB、連邦準備制度理事会、もしくは連邦準備制度銀行とかいう感じですけれど、ドル札を刷っているところを手に入れてから、拍車がかかったわけですけれど、ですね、このグループが何をしたかということですけれど、はっきり言いますね、彼らはドル札を刷るようになってですね、それから第一次世界大戦があって第二次世界大戦があったんです。で、このグループの、主張をですね、調べていくとですね、そのもうちょっと前の時代にはですね、アメリカの南北戦争当時ですね、あの時に、3回の戦争でね、世界制覇をできるって、言った人が出てきて、それはあの南軍の将軍で、KKK を作った人です。クークラックスクランっていうあの白人至上主義っていうのを作った人で、でその人が手紙をイタリアのあのムッソリーニかな、に送ったわけです。そこで、世界は3回の戦争で、世界政府を作ることができるということを言ってて、その、手紙の内容はですね、第一次世界大戦のこともしっかり書いてあって、そのままに起こりました。第二次世界大戦のこともそのままに起こりました。で第二次世界大戦の後、イスラエルが作られるということが書いてあるんですね。でそのまま作られたと。そして第三次世界大戦のことも書いてある。それは中東から始まるって書いてあるんですね。そして今中東の危機が来てるわけです。でですね、僕はこれがね、本当の戦争に発展するのかどうか、実際の戦争になるのかどうかは分かりません。ただあの非常にその可能性は大きいですよ。もちろん今もうあの中東でもね、あとその他のところでもデモとか、もう非常に戦争に近いような状態に入ってきてますから、分かりませんけれど、なぜ分からないっていうかというとですね、それは戦争って皆さんが考えているものは必ずしも暴力のところが多いんですけれど、戦争って言われているものはですね、誰を相手にやっているのかということです。そしてその誰をやってる相手にしているかということによって戦争の仕方が違うということですね。国対国でやるときは多分飛行機が飛んでって爆弾落としたりということになるんでしょうけれど、とあるグループ、一握りのグループがですね、人間を支配しようなんていうことを考えてですね、動き出したとき、その戦争はですね、どういう形になるのかっていうことなんですね。それは必ずしも、爆弾が飛んでくるようなものではなかったり、そこで出てきたのがですね、そのモンサントとか、その遺伝子組み換えまでしてしまってね、そういったものを世界に広げていくとか、そういった動きですね。あともう少し言うとですね、まあちょっとこれは飛ぶんですけど、ケムトレルっていうあの空中に空にですね、飛行機グマのようなもので何か物質をまいてると、ああいったものもですね、5年前に僕は指摘してますけれど、そして毎日多分日本でも、確認されていると思いますけれど、未だ誰も声が上がってない。でそれをね、パニックになるからだとかって言うんであれば、パニック起きてないわけですから、あのしっかりとね、あのあれは何だっていう話をみんなでした方がいいわけですね。僕が調べたところによりますと、ですね、モルゲロンズ病なんていうものを僕が以前ですね発表しましたけれど、本当を言いますとね、あのモルゲロンズ病もナノテクのロボット化した粒子がね、まあ、使われていると言われてますけれど、スマートダストっていうね、書き留めておいてください。スマートダストで調べてください。スマートダストっていうのはもうナノテクの技術でですね、本当の粉みたいなものなんですけど、ちゃんとしたロボットなんですね。で通信能力を持ってたり、いろんなものがあるんですけど、そういうものができてます。でその小ささっていうのはね、一歩間違うともう吸い込んじゃうぐらいなものなんですね。だから空から巻かれてると、これはね、どこに行くのか、もしくは地上にあるだけでもね、その後あの時が来れば通信をしたりとかですね、何が起こるかは分からない。それアルミニウムが巻かれてる、バリウムが巻かれてる、そういうのはアルツハイマーの元になったりとかですね、免疫を落とす元になったりとか、いろいろありますよ。ただ本当にまずいのはですね、そういったあのハイテクの機器がですね、
もうナノテクって言っても、ナノテクで粉みたいだって言っても、それは機械なんですね。そういったものが、まかれてる可能性があると。断言はできないけれど、まあ、その可能性が非常に高いと。いつもいつもとは限らないけれど、これだけね、365日、当たるところも至るところで巻いてるってなると、それはね、一種類とは限らないわけですね。何十種類も巻いてるから、何を試してるかはわからない。だからですね、そういうことも注意していかなきゃいけないんですけど、そういうことも調べていくと、NATO の、NATO と、関わっている地域で起きていた。でですね、NATO っていうのは、まあ、第二次世界大戦を勝ってきた人たちが、やってるものなんですが、それでですね、ニューワールドオーダーっていうものを考えていきますと、なんだこれ、NATO 地域で巻かれてたりするわけですね。で、ですね、この彼らがやってきたことをですね、調べていきますと、彼らは銀行家なわけですね。だから、株とかですね、証券、そういったものを扱います。ただ、軍事産業にもお金を出してるんですね。そして、調べていったらですね、はっきり言いますと、彼らは、第二次世界大戦の時にですね、もちろんアメリカとかですね、西洋のアメリカ軍自由陣営ですね、そこにお金もつけました。しかしですね、同時に、ヒトラーの方ですね、ファシズムの方にもお金をつけてたと。そしてですね、そのこの国際グローバリスト、国際銀行家と言われている人たちは、ヨーロッパではまあロスチャイルドグループが有名ですし、その枝としてですね、アメリカではロックフェラー、もしくは J.P. モルガンとか、あとはですね、シフケですね、空の部商会をやってたシフケ、シフケとかですね、ワーバーグ家っていうのが出てくるんですけど、そういうのはみんなあのロスチャイルド家のもともとフランクフルトで親戚だったりとかする人たちですね。まあ、このグループが出てきて、例えば、ロックフェラーであればですね、スタンダード石油がですね、第二次世界大戦中に、ナチスの飛行機はですね、テトライチル鉛でしたっけね、ノッキング防止剤飛行機のあれがないと動かないという時にですね、実はあのロックフェラーのスタンダード石油の方からですね、イギリスのインダストリアルイギリスのですね、化学会社の方に送られて、そこからイギリスをドイツが戦争してたんですよ。なのにイギリスから今度ドイツに渡されて、スタンダード石油のノッキング防止剤でナチスの飛行機が飛んでたと。もしくはですね、フォードっていう会社は有名ですけど、まあ調べていただければ分かることですけれど、フォードっていう方はナチス好きで、ナチスのトラックの半分近くでしたっけ、大半がですね、フォード社製だったりとかするわけですね。そういうね、第二次世界大戦中なのに、敵対国にですね、そういうことをやってる。もっと言うとですね、ブッシュ家ですね、最近あの大統領出してますけれど、ブッシュ家のおじいちゃんはプレスコット・ブッシュって言いますが、彼はですね、ハリマン家と一緒に、ハリマンというのはアメリカの鉄道であり銀行家ですね、そこと組んでですね、ドイツの、ナチスのですね、一番の、スポンサーだったティッセンっていう人ですね、鉄鋼です。鉄鋼と組んで、アメリカの鉄道会社ですから鉄持ってますね、アメリカンハンブルグ貿易商社でした、でしたかね、作って、実は鉄とかですね、物資、お金をですね、ドイツに送ってたと。でそれが実は、戦争中にバレてます。バレて、実はブッシュ家っていうのは財産凍結されてるんですね。そこでされてるけれど、なぜか戦後キックアウトされずに上院議員になってってると。でその弟子はニクソンです。でニクソンは何をやったかっていうとですね、金本位制を吹っ飛ばした人ですね。金本位制っていうのはドル、ブレトンウッズ体制になって、ドル基軸通貨体制が行われてたわけですけど、それは金に裏打ちされてたわけです。金が一定量なければドル札をすることはできないと、そういう状況だった時にですね、
金をの裏打ちがなくてもドルが無限に刷れるようにしてしまったのがニクソンですね。これによってですね、金という物の裏打ちがなくても、いくらでも刷れるお金、フィアットマネーって言いますけれど、そういうお金にドルはだんだん変容していったわけです。そして今来たのが、デリバティブって言われている、金融関連商品ですね。これが作られて、これの中にですね、どうしようもない焦げついちゃうような、焦げつくことが分かってるようなね、サブプライムって言われてる、焦げついちゃうのが分かってるような、証券を挟み込まれて、それを世界中にばらまかれたんですね。それをやったのはゴールドマン・サックスとかが、有名ですけれど、このあたりのグループが、金融の世界で、毒まんじゅうっていうかね、そういったものを世界中にばらまいたわけです。そして実は、そういう時にですね、実はFRB の議長ですね、この辺りがお金をどんどん金利を下げてたりですね、いろんなことをやって、あとお金を出していく、もしくはそういった、金融商品がね、出てくるのを容認してたりとかしてて、このグループが陰にいると。でそれが今焦げついちゃって大問題になってるのが今ってことです。そしてですね、このグループと近い存在のソロスっていう、投資家ですけれど、この人なんかはですね、ちょっと前、もう2010年のあれですけど、ニュースですけれど、これは、30年頃っていうことはですね、これは、世界恐慌のことですね。世界恐慌と同じようなものが今来ているということを言っていてですね、もう一回確認します。経済の崩壊っていうのはね、一応これサイクルがあるんですね。一番初めにですね、このサイクルっていうのは、一番初めに、まずそういった焦げついた金融商品が焦げつくわけですね。でそれによってまず大きな企業が傷つく。すると大きな金融企業が傷ついたとき、それは響くので国が助けるわけですね。今度国が助けると、その焦げついたものが国に移動するので、国が危なくなってくると。これがソブリン危機っていう、この第2段階のところですね。第1段階が一番初めのリーマンショックのような、金融機関が、民間の機関が、傷んだという。でその次がですね、それを助けた国が傷んできて、で最後はですね、国がですね、資金注入したりとかですね、いろいろやってるうちにですね、今度、為替の面でですね、信用がなくなってきて、国がガタガタになってくるわけですね。国の信用が今度なくなってくる。今がその状態で、QE3 っていう、金融緩和の第3回目がアメリカで行われましたね。あれが徹底的な今度ばらまきなわけです。でこの時、これはですね、傷ついた、金融の傷ついたところにお金を投げ込んでるんで、それはですね、戻ってこないんですね。戻ってこないお金をバン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 つぎ込んでって、それで普通の経済だったらお金入れると、普通は実体社会にですね、降りてきて景気が良くなるじゃないですか。でもこれはね、ならないわけですよ。これは金融セクターっていうところだけでお金が回るわけですね。だから一般の人たちには何の、利益もないままお金が大量に投入されて、それがまたどこかへ消えていくと。ただお金を払った国っていうのはですね、お金を投げ込んだ国っていうのはそれだけ、お金を払ってますから、それ返ってこないってなると、今度国の、負債になってくるわけですね。今それが始まったわけです。でアメリカは QE3 でですね、大量のお金を投げ込んで、でその後ですね、大量のお金投げ込みますから、通貨が安くなってきてですね、通貨戦争で通貨安戦争をやるわけですね。今度国も傷んでますから、貿易で儲けようとして、通貨安はいいっていう話になってですね、これただ踏み外すと一気に落ちてしまうわけですけれど、ギリギリのところでチキンレースをやってて、日本はそれに参加してなかったわけですよ。参加してなかったけど、この安倍政権でですね、アベノミクスで、参加してってですね、大きく動いた瞬間バリバリ叩かれたわけですね。この日本が今ターゲットになってます。あと世界には日本が出したお金が今ダブついててですね、これが動き方を間違えるととんでもないことになるんじゃないかと。
これはあのサイクル上ですね、こういうところに今来ているということですね。であと一応これ毎回見ますけれど、見たとですね、ギリシャで問題になってましたけれど、まだまだイタリアもスペインもあんなでかいっていうことですね。でスペインなんかももう、若者の、失業率がもう 50% 超えてきましたね。 60% 近くになると、これはあの革命が起こるって言われてる域なんですけれど、もうその数字に、ヨーロッパの国もヨーロッパの先進国もですね入ってきてると。あとイギリスでは暴動は起きてますね。あのトルコでも今起きてますけど、イギリスで起きてるということは、もともと金融セクターですよ、金融セクターで世界の中心地だったところでですね暴動が起き出してると、今そういう状況ですね、はい、その中でですね、これもまあちょっと前のニュースですよ、ニュースなんですけど、イタリアの外相がですね、欧州中央政府の創設のために主権移譲も厭わないと、主権の譲渡もですね厭わないっていうようなことを言っていると。主権の譲渡って何かっていうことですね。主権っていうのはその国が何かを決める権利でしょ。そういうものを国が返上しても構わないっていうようなことがですねちょろっと出てきていると。主権の異常っていう問題です。これは非常にね、大きくて、これがですね僕が言ってる TPP に関わってくると思うんですね。 TPP ではですね、あと、同時に起きていることが、資源などの争奪戦とかですね、あと人口爆発していくときに、石油だとかそういう資源をですねどういうふうに配分するかということの揉め事が起きてきていると、そういうことなども背景にあって、あとその振りまいちゃったデリバティブって言われたの、これ見てください、合計6500兆円とか、こんなものね回収できないわけですよ。回収できないのに、QE3 とかですねお金をばらまいて、ちょっとあのバブルみたいになってるわけですね。なってるからいまいち気がつかないんですけれど、さっきも言った通りこの投げた金は戻ってきませんからね。このままどんどん負債が増えていってる中で、もともとあったお金がこのぐらい大きいとですね、これは今後何が起こるかというのは大体想像がつくということなんです。はい、ですね、ここでですねちょっとアジェンダ21に行く前にですね、もうちょっとだけと、このグループはですね結局何をしようとしているかというと、世界政府を作ろうと言われているわけですね。自分 の, あの勉強会で以前あのやっているところがあるので、それを見ていただければですね、ロックフェラーが何を言っているか、こういう国際銀行家がですね、自分たちで世界政府を作ると、あと知的エリートと、国際銀行家によって作ると言ってるわけで、でこの地域の分け方はねいくつかあるんです、あるんですけれど、こうやってブロック的に作っていって、ヨーロッパ、あとアメリカ、あと太平洋連合って書いてありますけど、これはアジアかもしれないですね、あとアフリカっていうこともあります。でここであの味噌なのが中東が入ってないということですね。あくまでイスラム圏は外してあるっていうことで、これが今できてくるときに中東が今火の海になっていってるということですね。で火の海になっていってる時にですね、本当に言うとこれ2006年ですね、新しい中東の地図っていうのをアメリカ軍は使ってるわけです。でアメリカ軍はですね使ってるんですが、この地図をよく見るとですね、下の方が新しい地図です。あれ国境線変わってるわけですよ。国境線変わってるって意味分かりますかね。国境線が変わってるっていうことは、そこで戦争があったってことですね。戦争があって国境線が変わるわけです。なのにですねあれだけ変わっちゃってるんですよ。ということはどれだけの、いさかいっていうかが予定されているかということですね。でアメリカ軍にとっては中東はですね見知らぬ土地なわけで、そんなところでですね、国境線の違う地図を戦争中にですよ、使うっていうことは自分たちも頭こんがらがっちゃうから普通はしないわけですけれど、こういう地図が出てくるっていうことはですね、これはこういう方向へ
導いてるんじゃないかということで、それを裏付けるかのようにですね、ちょっと待ってくださいね、ここではなく、実はこれをですね、はっきりと ここには入ってませんけれど、前のね、NATO の大将がですね、この2000年前の大将ですね、 NATO の一番トップの人がですね、2001年以降アメリカはですね、7つの国をこれから制覇すると言って、そういう計画があるっていうことを、ペンタゴンの中で言われたと、そういうことをですね、インタビューで答えているものがあります。それでですね、それが2001年の段階で、これから、5年間で7つの国をって言ってたんですけど、確かね、2001年の段階で言って、2006年からこういう地図が出てきちゃったわけですね。で、今もズルズルやってるわけですけれど、今度今っていうのはだんだんアメリカが撤退するって言った時に、現地にですね、アラブの春とかなんとかって、中東の春ですか、言ってますけど、こういうことがいろいろ起きてきてると、自分の前回の勉強会ではですね、そういう陰で、CIA ですとかですね、そういう秘密組織みたいなものがどういうふうに動いたかっていう実例を挙げてますけれど、もしくは実際に、活動した人たちのインタビューをね、全部お見せしましたけれど、アメリカなんかはそういう動きを見せてると。で、こういう動きの中でニューワールドオーダーって言われてる、こういうブロック分けがどんどん進んでいくんじゃないかと。今もうこれヨーロッパ連合できてますよね。で、アメリカ連合っていうのはこれからノースアメリカンユニオンって言ってですね、メキシコとアメリカとカナダですねがまず合体して、それから中南米も合体しているということで、あとアジアっていうのは、中国、日本どっちが、イニシアチブを取るんだっていうのはありますけれど、こういう形だと。で、彼らがでも、メインに思っているのは中国ですね。中国はもう G2 構想とかいうのが起きてきて、G2 構想でですね、第1列島線、第2列島線っていうのをご存知の方いらっしゃいますか？あまりいらっしゃらないですけど、これまずいですよ。第1列島線っていうのはね、九州のあたりからこう引かれていくわけです。そこが中国の、領域だということです。第二列島線は関東から引かれてますよ。ということはもはや日本は中国になるということを中国は宣言してるんですね。これ確か、2020年までに実現するって言ってるんじゃなかったでしたかね。そういうことを言っていると、これ実現できるかどうかは我々はそんなことをやらせるわけはないわけですけれど、ただそういうアイデアが出てる。で、世界を、G2 構想といってアメリカと中国で、抑えようじゃないかという話もちらほらと出てると。でですね、実はですね、さっき言ってた国際銀行家ですけど、今の中国の姿で、中国がですね、アメリカと敵対してるとかいろいろありますけれど、もともとこの国際銀行家はですね、その第二次世界大戦の時に、アメリカ方ですねにもドイツの方にもお金をつけましたけど、実はですね、スターリンが出てくる時のソ連の建国、この時にもお金をつけてるし、あと毛沢東が出てくる 中華人民共和国ですかの、誕生、この時にもお金をつけてますね。そしてロックフェラーは、中国のですね、一人っ子政策とかああいったものを非常に好んでると、非常にこれはいいじゃないかって言って、好んでると、ちなみにさっきのプレスコット・ブッシュだとかあのあたりもずっと中国とか北朝鮮のあたりにずっといた人ですね。戦後のあたり、その前後のあたりですね。そういう人たちです。で、ですね、今この話をしているとね、よくアメリカがとかソ連が、ヨーロッパが、どっかの国がっていうことも言いますけれど、これね、実はもう一つの考え方があって、国単位で考えるんじゃなくてですね、こういった国際銀行家たちの動きから
読んでいくとですね、彼らはもう国籍ないんですね。国籍そもそもないですよ。お金あの世界にまたがってグローバリストっていうのはそういうことで、地球上全体にどこにでも職種を伸ばせる状態に入ったことを言うわけですね。そしてですね、ここでちょっと重要なんですけど、重要なことですけど、グローバリズムっていう言葉がですね、ずいぶん間違って伝えられてて、普通の日本人のですね、僕もそうだったんですけれど、普通に考えるとグローバリズムっていうのは、まあ飛行機も通じるようになって、世界中距離が縮まったと、だから世界中仲良くやっていこうと、そういうのがなんかグローバリズムじゃないのかなと、貿易でも何でも楽しく、いろんな国とやり取りしていこうとって普通思いますよね。でもグローバリズムってそういうことじゃないですから、そういうことじゃなくてですね、グローバリズムっていうのはこの国際銀行家が地球の裏側まで完全に職種を伸ばせるようになって、そしてですね、この国際銀行家が、お金を出して成長していった巨大企業ですね、モンスター企業言われているものがですね、これが地球上の一番安いところで物を作ったり買ってきて一番高いところに売りつけると、この差額で儲けていくスタイルができるようになったことをグローバリズムっていうわけですね。全く違うわけです。ということはですね、地球上どこでも動けるようになったのに、一番貧乏な人を探してきてですね、物を作らせて一番高いやつのところに売りつけると、それを推進していくわけですから、一番安い労働力のある国、まあ、そのままでいってほしいわけです。決して、全部が成長してくれてしまうとですね、これ今言ったグローバリズムじゃなくなっちゃうわけですね。なので、よく言うグローバリズムって言われてるものになんか甘い夢を抱いてる政治家の人もなんか何人かインタビューで見たことありますけれど、全くそんなものではなくてですね、戦後巨大企業が生まれてきた時にですね、その職種をですね、地球の一番、貧乏な国へ伸ばし、そして一番裕福なところへ物を届けると、そういったスタイルのビジネスを展開する巨大企業が出てきたと、こういう意味なんですね。でこの巨大企業にはですね、一般のあのこの普通の国にある中小企業は勝てないわけです、全く。そこで問題になってくるのが TPP なんですね。 TPP っていうのは ISDS 条項っていうのがありまして、まあ、さっき言ったようにですね、巨大企業、アメリカの例えば巨大企業が日本に、ビジネスで入ってくるときに、何かの制度が邪魔だっていうと、それ日本政府を訴えて日本政府が負けるんですね。必ず負けます。必ず負けるっていうことはですね、もう国よりも企業が強いっていうことですね。企業が強くなるわけです。で国の権威がなくなる。でその国に入っていってですよ、その国のインフラに当たるようなものでさえ手に入れてしまうわけですね。するとですね、我々が持っている基準っていうものが全部通用しなくなると、これがまずいわけですね。で、24分野ありましたね、 TPP は。あの意味もですね、ちょっと間違えられているようで、24分野あるんですじゃないんです。生活の全分野が侵されるっていうことですね。これはあの間違えない方がいいと思います。で生活の全分野が、でこれラチェット条約って言ってですね、後戻りはもうできないぞっていう条約なんですね。後戻りができない条約で、生活の全分野が狙われてて、で条約って1回だけの交渉じゃないんですよ。これから未来永劫ずっとですよ。っていうことは、全分野が狙われて未来永劫ずっとっていうことは、もう完全にお手上げっていうことですよ。あのその時間的なものをね、ちょっと差し引いてしまえば、もう全分野狙われて丸裸に必ずされてしまうと。そういうものが TPP であってですね、自由貿易なんていうね、名前で呼んでること自体がおかしい。国と国の付き合い、貿易っていうのはですね、そのお互いに環境があるから、あの地域ごとの、ね、特色があるので、もちろん、特産物もあるし、
強い弱いがあるわけですね。あとそこの国の成り立ちもありますから、いろいろあるわけですけれど、それ一切無視、強い企業が出てきて全部を飲み込むと。で、強い企業のルールで、その国の法律が変わってしまうということになると、安全基準みたいなものもね、曲げられてしまうということは、我々安全、自分の身を守れなくなるわけですね。自分たちの意思で自分たちの身を守れなくなると、これが TPP の本質だと思います。僕が国がなくなるって言った意味はそういう意味ですね。全く何もできなくなるということです。彼らが目をつけたものは全てなくなっていくということですね。いいんですかということです。こんなものをですね、 OK するっていうことはですよ、これ国体を傷つけていくわけですよ。国益を損してるわけですね。国民に選出された政治家がですね、国体を傷つけ国益を損することにですね、加担していいのかと。自由貿易だからって言いますけれど、今言った通り、自由貿易っていうのはどういうことですかと。ですね、自由貿易を推進しているのは WTO っていうグループがありますね。 WTO っていうグループは、これを推進してるわけですけれど、じゃあね、それしかないみたいにみんな思うわけですよ。自由貿易、WTO、自由貿易だ、どんどん開かれていくんだって何か言ってるけれど、その本質はさっき言った通り、巨大企業が一番、貧乏な国で物を作り、一番先進国へ持ってって儲けると。それが自由、そこが自由なわけですね。我々に自由はないわけで、そこが自由貿易ですけど、あとで、ね、本当はだからどうじゃなきゃいけないかと、フェアトレードですよ。フェアトレードオーガニゼーションっていうのもありますから、ワールドトレードオーガニゼーションと戦っているのはフェアトレードオーガニゼーションですね。フェアトレードっていう考え方があって、それはですね、強い国が、貧乏な国と何かをやるときでもですね、その貧乏な国も、ちゃんと、成長できるようにですね、考えて、相手を踏みつけないように、考えて貿易をするというのは、それがフェアトレードですね。こちらを推進するべきなのに自由貿易なんていう言葉に騙されてですね、これはこういう言葉を平気で使うようだとですね、マスコミにも問題があるということですね。そして、この、TPP で海外の、巨大企業が日本に乗り込んでくるとき、マスメディアも実はその例外ではないということですね。巨大な、通信会社ですね、が出てくると、日本の、会社もですね、その中に入って飲み込まれてしまうと。だから今浮かれてですね、何も考えずぼーっとして、自由と、貿易だなんとかだって言って、 TPP だ、未来も明るいんだ、もっと貿易だなんてわけのわからんことを言ってるとですね、そのうちにその会社、あなたの足場も危なくなりますよということでですね、ただ日本のマスメディアっていうのはですね、まあ、一番代表はテレビですが、テレビは4チャンネルから始まって、4チャンネルは、4チャンネルというか読売ですね、読売は正力松太郎さんが作ったものですが、彼は CIA のエージェントでしたね。そして読売新聞はポハイクっていう名前のついた、スパイ暗号名のついた、スパイ組織ですね、それでスタートしてます。正力松太郎さんはポ、トダムっていう名前のスパイ暗号名がついてますね。そういう方がですね、実は開いたのが読売テレビであり、参加で読売新聞とか広がっていったわけですけれど、そういうのは今も影響はあると思いますね。そして、6ちゃんから、8ちゃん、今、富士は日本じゃない、ね、外国のところに影響を受けてると言われてますけれど、あと6番、6チャンネル、毎日は、6番は、これはですね、創価学会の新聞、選挙新聞をするようになって、創価学会の影響を受けてると言われてますね。ただ僕はね、創価学会は、僕は全く宗教の関係ないんであれですけれど、創価学会の人は別に悪い人たちじゃないですよ、実際ね。みんないい人たちだと思いますけど、組織として動くとき、
そのトップが何を考えているかというのはまた別なわけで、今までのことも考え合わせてですね、やっていくと、もちろんあの内部で改革していただければいいんで、何の問題もないんですが、僕もたくさんあの創価学会の友達もいますけれど、内部で改革していただきたいと思います。でですね、10番、テレ朝です。テレ朝はですね、先ほど言ったそのアメリカの国際、銀行家たちがですね、FRB とかを中心にいたりするんですが、政治的には CFR ですね、外交問題評議会というところを中心に作っていますが、そこが出しているフォーリンアフェアーズっていう、世界的に一番権威がある政治雑誌ですね、これを翻訳しているのがテレ朝ですね、朝日です。だから影響が受けているんじゃないかと。そしてあとは12チャンネルの日経と、まあそういうふうでですね、日本のメディアっていうのも相当海外の影響を強く受けていると。で、今インターネットが広がってきたので、なんとか、我々に情報が回ってきたということですね。で、ちょっと今日半までだって言われてるんで、ですね、って言ってですね、なんでアメリカの議会も知ってなかったわけですね、この TPP の内容って、で、アメリカでもびっくりしてるところがちょっとある。で、ただ推進してるグループも出てきて、調べてみるとですね、やっぱこの国際銀行家っていう人たちがやっぱ作ってるのがこれ TPP なんですね。ですからもちろん CFR の中に調べたら TPP の署名がいっぱいありました。 CFR ね、ありましたし、そういうことが起きてると。で、この人たちはですね、実は世界政府を作るって言ってる、これ陰謀論とか言われてますけど、調べててですね、ちょっと、5年前の8年ぐらい僕調べてるんですけれど、8年調べてですね、はっきり口に出されて言われたのはこの方が初めてだったのかなと思いますけれど、ちょっと面白い映像を見つけたので、これ見てください。はですね、この方はあのアメリカの状況、今の生の状況を調べるには、この人のことはもうすごく生々しい状況を教えていただけて素晴らしいんですが、ただアメリカの内部のことを知るのはいいんですけど、全体像の件ではですね、これはアメリカの、まあ、説明をしてくださってるんですけど、この後ですね、ちょっと待って、アメリカの、ね、実情を知るには、ね、この方の話は素晴らしいですよ。ただその全体像の話でいくとですね、はい、この間口もつよさんですか。日本全総合で私 50% 賛成なんですけど、残り 50% は、ね、違う意見を持っているのは何かというと、先生はずっと国家単位で、ね、考えておられるからなんですよ、アメリカ国家というもの、ところがね、必ずしも今世界を動かしているのは国家単位ではない、国家単位だけではないって言ったのが正解で、ね、国家も重要だけども、アメリカは必ずしも国家単位で動いてないんですよ。それはなぜかというと、要するにグローバリストと称されるウォールストリートの資本家たちの動きっていうのはアメリカ国家とは関係ないんですよ、ね、そこを見ないと、なんで米中が手を結ぶのかわかんないですよ。つまり私理由に言うと、中国共産党の幹部とグローバリストは馬が合うんですよ。つまり人民を搾取するって言ったら悪いですけどね、他のことしたことじゃないと、自分たちだけで金儲けしようっていう連中ですね。で、それは宣伝もそうだった。だって、蒋介石が、ね、あの時は中国が殺すんとか、アメリカ見ましたと組んで、中国人民を搾取したんです。議員を取り上げちゃったんですね。で、そういうことができるのが、できるのが中国人だったら、一般の中国人は悪いけれども、一般の中国人は犠牲者です。だからそういうエリートが、中国のエリートが、
外国のエリートと結んで中国人民を支配するっていうのが戦前の姿であり今の姿。だからそれを見ないと米中の結託とか米中管理って言ってもね、間違う危険がある。それから先生がおっしゃったそのアメリカのフォーリンポリシーエスタブリッシュメントが大事です。これは CFR が実際は決めてる。でそれはあのロックヘアはユダヤ人じゃないけどもユダヤ人の家族の一員です。 ですから CFR がもうすでにアメリカのいわゆる外交政策をフォーリンアフェアでどん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 先に出して、こう引っ張っていくんですね。で結局ね彼らの狙い、彼らって名は悪いですけど高橋先生がよくご存じかもしれないけどもアメリカの国家の解体なんです。彼らの狙いはそれはなぜかというと世界を彼らの支配下に置く、つまり世界を統一しよう、統一政府を作ろう。そのもう象徴的な例を一つだけ申し上げます。この間のそのツインタワービルの後に建ったビルワンワールドトレードセンターなんです、ね、これ象徴なんですよ。だから、ね、私は別にユダヤ陰謀論でも何でもない。だけどもあのロシアのとか、まあ、そういう名前を出すのは問題ですが、別にね、そうじゃなくて金融資本家、国際主義者と称される金融資本家たちが何を今戦略として狙っているかというと世界市場、世界をグローバル化して、ね、グローバル市場化して彼らがそこに君臨することだ。そのためにアメリカ国家を使っているという側面もね同時に考えないと、伊藤先生もおっしゃったように今は多国化してるっていうのは一つの側面ですよ。だけどもそれだけで見てるとなぜ田中大さんがおっしゃったようなことが起こってるのか分からないということだ。この両面から見ないといけない。つまりそういうグローバリストと、それは国家とは関係なしにもうグローバリストと、で相変わらず伝統的なウエストマリア体制ですよね、バランスオブパワーで動く制度と、やっぱりこの2つがあるということを見ないと、全体論が見えてこないんじゃないかっていうのが私の感じ。それで、はい、この話はもうちょっと続いてですね、この横の方もまた、この話を膨らませていただいてですね、あれですけど、この馬淵睦夫さんですかね、ウクライナ元大使、この方がね初めて僕ははっきりここまで言われたのを見たのかな。でこれ外務省のもともとね大使の方ですし、外交官ですから最近はあの孫崎先生もね元外交官の方々がやっとあの世界情勢を語ってくれるようになってですね、こういうことが分かってきたと思いますけれど、これはですねだからアメリカと日本とかっていうことじゃないんですね。あの TPP はですね確かにアメリカなんですけど、アメリカに企業が利益を持つ、もしくはその頃それが成し得た時ですよ。それはもうアメリカ自身もね今あの世界経済の崩壊とともにですねアメリカ経済も崩壊してって、アメリカはですね、まあ、実質あのこのグループがアメリカにいるっていうことでですね、前回第二次世界大戦中にファシズムにですねお金をつけた連中が今アメリカにいるっていうことですね。これからアメリカは相当ひどい状態に入っていますね。これファシズムの全体主義に入っていると、まあ、言えると思うんですけれど、アメリカ相当ひどい状態になっていくと、その時に日本もじゃあそのファシズムってじゃあ何かっていうとですね、本当に時間が興味ないから辛いですね、技術のことを言いたいんですけれど、ファシズムっていうのは何かっていうとですね、絶対主義のことを言いますが、ナチスであった通りですけれど、あれ武力の方が非常に、みんな目がいってしまったりそこばっかりが言われてますけれど、ファシズムっていうのはですね実は企業が中心になるんです。その証拠にですねナチスの、支持母体というか、資金源ですねは E.G. ファルベ、 I.G. ファルベって書きますけれど E.G. ファルベ調べてください。 E.G. ファルベっていうのがナチスの三大スポンサーの中の一つです。でこれはですねケミカル系の企業の連合体なんですね。で、戦争の時っていうのは、まあ、前も言ったことあるんですけど、爆弾とかですねそういうのいろいろなものゴムとか、燃料とかそういうのが必要になってくるんで、ケミカル系の企業がまず連合を組むんですね。で、ナチスが犯してった国いただいた国の産業を全部飲み込んでいくんです。だから E.G. ファルベンは第二次世界大戦中世界で最大の企業だったはずです。株式会社だったんですね。でこれが実は戦後解体されて、その後解体された企業はその20倍ぐらいで膨らまって各々が大きくなっていってると言われています。
それが今ですね。それが今来たっていうことで、グローバル企業って言われてるのはそういったものの末裔だったりもするわけです。もしくはその時に、そういうイーゲーバルベにお金をつけてたグループとかがまたつけてお金をつけて作ってる会社がグローバル企業っていう形で今登場してきてて、この時代にですねアメリカを乗っ取り、TPP で他の国の、法律も全部乗っ取っていくっていう、それが本質だと思うんですね。だから気をつけなきゃいけないと、だから独立を保たなきゃいけないっていう話だと思うんです。でですね、はい、TPP に関してはこのぐらいでよろしいですかね。TPP にですねこのまま突っ込んでしまうと日本はもうどうにもならなくなるということですね。まして原発がねこれだけ置かれて地震があって住めないかもしれないなんて言われてるときにですね、お友達作戦で、福島の東北の地震の時にですねすぐアメリカが横にいたなんていう状況をですね見ていると、何が日本が使い捨てにされるんじゃないかと、戦後お金を稼いだ日本がですねこのタイミングで豚の貯金箱を割られて用済みにされてしまうんじゃないかと、ちょっとその危惧が出てくるということですね。僕はそれを一番心配してます。ですから日本は独立を保たなきゃいけないということですね。そして、そうですね、ここに、本当にいろいろこれは話が伸びるんですけど、ガダフィって殺されましたね、カダフィとか言われてますけど、彼はですね、アフリカに金主体の金融制度を引こうとしたんです。それで、そういうことをやってたらですね、彼のゴールドマンサックスに出資してたお金、98% ぐらい全部踏み倒されて、でガダフィが怒って、おいゴールドマン・サックスをリビアの国営企業にしちゃうぞって言った瞬間乗り込まれて殺されたんですね。だけどガダフィっていうのは実際はですよ、中東に石油ができた時、あそこに一番いい石油があった時にですね、誰も家も持ってない、あそこは砂漠だったんですね。でガダフィのお父さんも家もなかった、それが悔しかったから、国民男には一人に一軒ずつ家を持たせるのが男だと、それがガダフィの信念で国民全員に家を持たせて、教育も、何もかもただです、医療も全部そういうふうにしてたのが、あれガダフィ殺されたらもうまた砂漠に戻っちゃいましたけど、あの人はだから、独裁者なんですかと、どういうことなんですかとっていうことですね。ガダフィは、情報戦で負けたからアフリカは立ち上がれないんだということで人工衛星も自分で打ち上げてるんですね。そこまでやってたら、独立を保とうとしたらやられちゃったわけで、今だと、今度またターゲットにされているのがどこだっけ、イランの隣のところのシリア、今シリアの首相が狙われてますね。あのシリア国民の声聞くとですね、シリアの首相アサドさん疲れてますよ、国民に。意外と何人もインターネットで訴えてて、いや我々はアサド別に嫌いじゃないと訴えてますね。だけど今 NATO が追いかけ回して、またみんなの前でですね殺人が起ころうとしてると、そういうことだと僕は判断しています、理解しています。でそこからですね、何としても脱出するために全然秘策がないんですね。このままだと日本ってズズズズッと、例えば金融も、金融に関して言うとですね、それが日本の財力からしたら潰れないかもしれないんですけれど、ただ今金融の世界でどういうふうにできているかというと、格付け会社があるわけですね。格付け会社がいろんな格付けをニュースとともにバンバンバンと打った瞬間、金融が、お互いの国のねお金がレートが変わっちゃうわけですよ。それでズタズタッと崩れていって、あっという間に、まあ、株式でもそうですけど、株価でもそうですけど、その国の通貨もですね、まあ、崩れ去ってしまうと。で日本もですね、それは実力もあるし何もあるんですけれど、抱えてる借金が多いっていう、そのなんか一つの情報だけでですね突き崩されてしまう可能性が非常に強いと。で、
この格付け会社とかですね、金融セクターで働いてるやつ、これみんな聞いたらですね、あとヘッジファンドの連中ね、これみんな僕裏で聞いたらですね、同級生だとということで、そういう関係でやってるんで、彼らは手組んじゃうとですね、潰せない国はない。あとこれだけお金をばらまいてですね、やろうとしてるこの流れを見ると、世界は同時に破滅しますね。世界の国、政府は同時に破綻していくでしょうね。玉突き状に行くとは思いますけれど、でその時に危ないのが、中国、日本がやっぱり危ないですね。中国ももう相当危ないっていう、情報が流れ出してますけれど、要するにあれ家を作る時にですね、とにかく、マンションとかバーッと作っちゃったけど誰も住んでないわけですね。そこに出したお金とか全部焦げ付き出しちゃってて、それが始まってるんで中国も危ないと。日本に関してもですね、アベノミクスがアベノミクス、アベノリスクにどんどん変わっていってしまいそうな気配でですね。ただ、藤田聡さんでしたっけ、藤井聡さんですか、日本国土強靭化論出てますね。僕はあれは最高にいいと思いますよ。あれは藤井さんは安倍政権の中でとにかく全力でみんなで押した方がいいと思います。今はね、国土のインフラを作り直してですね、地震が来ようが何が来ようが対応できるですね、システムに切り替えていく。そこにせっかく地震もあったんだし、作り替えていく、塗り替えていく、今タイミングなんですね。お金の切りどころっていうのはこういうところで、切り方間違えて変なところに流れちゃうとハイパーインフレになったりとか何になったりっていうのはあるかもしれないけど、実のあるところにちゃんと投げ込んでおけば必ずそれは行きますから、それを今旗振りを思いっきり頑張っているのが藤井聡さんですね。この方をみんなで応援するべきだと思います。それと藤井さんでさえ言ってないの、僕ここからじゃあ、もう本当に時間ないんですけど、ですね、もう先にじゃあ言います。言いますと、日本はですね、産油国になれるんですね。日本は、はい、日本産油国にということで、オーランチオキトリウムっていうね、藻なんですけれど、これが発見されて、それでまたどんどん進化していってですね、福島第一原発の事故を受けまして、脱原発、そして自然エネルギーの活用が注目されています。こうした中、日本の研究者が世界のエネルギー事業を一気に変えるかもしれない夢のような研究を進めています。その現場に初めてカメラが入りました。このニュースだけでもね、とにかく見てください。刺激が乏しい日本、現在原油の 99.6% を輸入に頼っている。福島第一原発事故を発端に様々な代替エネルギーが注目されている中、日本を一気に世界有数の産油国に押し上げる夢のようなプロジェクトが動き出していた。茨城県にある筑波学園都市、ここに日本の、いや世界のエネルギー事情を大きく変える可能性を決めたあるものが厳重に保管されている。今回特別な許可をもらい、初めてテレビカメラが入ることを許された。はい、これです。これがですね、オーランチオキトリウム。今こう液体窒素マイナス190度ぐらいなんですが、そこで生きたまま凍らしてます。その生物とは、私たちに身近なワカメや昆布の仲間であるオタ。日本のとにかく運命を左右している大切な発生物です。世界を驚かした大発見。小さい盛り決められた力とは、まさしく日本は産油国になるってことになっちゃうんですよ。沖縄県のとある場所、ここで世界のエネルギー事情を一変させる可能性がある藻が発見された。藻はマングローブの根に生息しているという。藻
この研究のスペシャリスト渡辺誠教授。渡辺教授は世界中の沼や川500カ所以上を歩き回り、実に40年以上の歳月を費やしてその藻を見つけ出した。オーラン・チオキトリウム、わずか15ミクロンという小さな生物の中に驚異的なパワーを秘めていた。この藻から生成された液体に火をつけてみる。はい、燃え出した。実は油を作る藻なのだ。この藻は酸素を取り込み、糖やアミノ酸などの有機物を栄養分に、石油とほぼ同じ成分の油を作り出すことができるという。特殊な染料を使うと藻が油を蓄えた部分が光って見える。これが未来の石油だ。何がすごいかというとですね、オイル生産効率が従来の藻類に比べると10倍以上ある。これが非常にすごい。これまでにも藻から油が作られることは知られていた。渡辺教授が2年前に発見したこちらの藻は油を作るのに3日かかった。しかし渡辺教授が今回見つけた藻はわずか2時間で油を作り出す。従来の藻よりも生産能力が高いのだ。バイオ燃料の原料として知られるトウモロコシ、仮に同じ広さの空間で両方を生育させて取れる油の量を比較してみると、トウモロコシは1年間に1ヘクタールあたりドラム缶1本分の高温油ができる。それに対しオーランチオキトリウムはなんと5万本の油を生産できるというのだ。今までとにかくいることは分かってるんですけど、その利用の仕方っていうことが分からないことと、農家はあんまり関心持ってなかったわけですから、ずっと見過ごしていたわけですね。渡辺教授によると、琵琶湖の3分の1の広さで藻を作れば、日本は石油を輸入しなくて済むという。さらに渡辺教授は興味深い計算をする。現在日本で減反、後継者不足などの問題で使われていない耕作放棄地を利用した場合の話だ。いや、20万ヘクタールだったら20億トン。世界の石油需要量が50億トンですから、その 40% が日本で生産できるってことですよ、耕作放棄地を使えば。計算上、日本が産油国になることもあり得るというのだ。世界では石油に代わる次世代エネルギーとして油を作るもの研究開発が急ピッチで進められている。その先頭を走るのがアメリカ。国がすでに数兆円を超える投資をしている。2年前には藻から作った油でジェット機を飛ばすことに成功した。もう我々は中東の石油や他の産油国の事情に振り回されなくてもよくなる。日本でも先月、この藻の話題が国会で取り上げられた。これは藻から石油を生み出す新しいエネルギーシフトでございまして、これこそ私は国策として展開すべき。しかし、今回発見された藻から未来の石油を作るためには、大きな壁があった。予算が足りず、設備も追いついていないのが現状だ。それと裏腹に、渡辺教授のもとには海外からのオファーが絶えないが、渡辺教授は物提供を全て断っている。外国に技術が持って帰っちゃいますとですね、その国がですね、エネルギーの関係を握っちゃう。結局日本は今まで通りこうエネルギー国家のままエネルギー資源をもたらしてですね、また同じような苦労を強いられる国のままで。渡辺教授は日本の産業界の研究者を大学に招き、今回発見されたもの研究成果を惜しみもなく披露している。一日でも早くですね、自動化したい、そして日本を産業化するという夢を実現したい。大学の研究施設で生産されているも将来の油田となる日はいつなのか。夢の扉は今まさに開
げられたばかりだ。はい、こういうことですね。産油国になれる、それも1000億で5年ぐらいって言ってるんですよ。1000億って、ね、1億2、3000万人いるとして、1億人がもしお金払ったとしたらですね、1000円ですよね、1人。ということは1年で割ると84円ぐらい、1月84円ぐらいみんながちょっと払うと、もう産油国ですよ。産油国っていうことは、医療も、教育も料金、お金かからないっていうね。税金なんて言ってる、増税なんて言ってる場合じゃなくて、全く違う話なのに、でこれがここまで進んでるのに、いろんな国にお金のスワップとかで貸したりとか出してる、何兆円とか出してますよね。これ1000億円ですよ。っていうことで日本は産油国になれるわけですね。ですから、これをみんなでですね応援していくべきですし、あとみんなでですねファンドでも作ってですね、国民ファンドを作ってで応援するぐらいの勢いをねやっぱ見せるべきだと思いますね。あともう少しだけ、ほんの少しだけ言わせてください。これはね、実はね、藻を作るときにトイレから流れてくる屎尿とかああいう炭素で、あれを餌にして、あれを水を浄化していくときに使って石油が横でできるっていうね、そのぐらいすごいんですよ。そういう可能性があって、ああいう屎尿処理とかに使えて、なおかつ横で副産物として石油ができるなんていう。で、石油もできたのも一番初めはスクワレンチって化粧品に使えるような最高級のものが使えて、化粧品に初めできるんです。それから量が増えてきたら石油とかそういうふうに値段も安くもできると。そのぐらいね、道筋が見えてる時にね、こういうことを全て何も知らされずにですね、このまま TPP でルールも決められずにですね、日本を放棄するのかって話ですよ。僕はですね、絶対それは我慢できませんね。あとね、もう少し言いますと、日本にはもっと技術が他にもありまして、もうほんの一瞬で言いますけれど、例えばですね、これ技術にもなってるんですが、電線でですね、電気を流す効率が異常にいい電線ができてます。それも特別なものじゃなくて、編み込むことによって形で、これが電気の流れが良くなったということが分かって、マイナスに対してプラスを編み込んでいくわけですね。するとなんとかの法則で全部が電気が流れる方に行って、スピンっていうのを起こすんですが、電気が速く流れると。でですね、それがそういう電線をですね、発電所から変電所までの間をこういう線を使うことによってロスを減らしたりとかですね、できるわけです。あともっと言うとですね、日本には今度ですね、IGR 理論というのが今できて、特許も取られましたが、漏電を一瞬で止める 0.03 秒でしたっけ、止める技術があるんですね、出てきたんです。で、これ何を意味するかというと、 0.03 秒で漏電を止めれるということは、もう漏電火災がなくなるということです。これ、ね、資源を守るということなんですね。これから中国、ブラジルとかですね、インド、ここで電気自体が来るときに漏電でどれだけ物が燃えて消えてなくなってしまうか、それを考えるとですね、漏電を止めるということは世界の資源を一番守ることに等しくて、これを日本から発信できるしということなんです。で、これは開発者の方と僕が親しくしていただいているので、僕はもう一つ言いますと、僕自身ですね、こういう新しい技術を、皆さんに紹介してきたんですけれど、我慢できなくなってですね、自分で発電機作ってみました。で、去年もはやできてるんですけれど、こういう感じでですね、発電機できてます。で、これは僕が作ったの、入力より出力の方がでかいんで、まあ俗に言う自走式セルフランニングって言って、外からの電源供給なしに電気が出てきます。こういう発電機は世界ではですね、もう YouTube でも競い合いがあって、僕もそこに参戦してるうちにこういうの作れるようになったんですけど、僕自身今これ特許の問題もあってあまりお見せできないんですけれど、これ完全に稼働します。あと僕 2,3 種類他にも考えつきましたんで、同じような形態で違うものっていうのも作れます。
発電機全然電気できてます。今年の夏にはですね、皆さんにお披露目して、できることならこれね、作り方も全部簡単なので、みんなでね、小学生とかが作れるようにね、夏の工作とかで発電機作るぐらいの勢いでやりたいです。で、今は化粧したんですけどね、ライトつけてみるとこんな感じで回ってたりもして、で、このぐらいの大きさでもですね、多分家、一部屋とかそんなものは余裕で出すようになってくるし、これ積み重ねればあっという間にね、家一軒分とか行けますし、電気は作れます。だから日本をね、諦める必要は本当ないんですよ。ここでですね、みんなでいろいろな技術とか日本にあるものを再発見してですね、 TPP なんて言ってね、あんな乗り込まれて全部やられちゃうんじゃなくてですね、なんとか日本を持ちこたえて我々の手でですね、反映していくようなね、そういう状態に持ち込みたいと思います。で、我々がね、非いずる国っていうじゃないですか。それの意味を言いますよ。皆さんここに来てられる方はピラミッドの目に相当馴染みがあるっていうか、もうそろそろあのピラミッドの目も見るのも嫌だろうと思うんですけれど、あれをやってるのは国際銀行がマークにしてるんですね。あの人たちはもともとエジプトにいた人じゃないから、あんなのは自分たちで使ってるだけですけど、本当は実はね、よく考えてください。日本は日いずる国っていうことは、太陽が起きてくる、ある時にね、地球が回ってる時に一番初めに太陽に触れる先進国ですね。この意味は未来に一番近いってことでしょ。未来に一番近い先進国が日本なんですね。で、様子を見ていくと、太陽があって日本があって、ちょっと海があって大陸が始まるわけですね。こっちがーっと、これもう一回考えると、ざーっと大陸があってちょっと切れて日本があって太陽がピャーッと光るんですね。これは地政学的に、あと時間軸で未来にのめり込んでいるのはですね、ピラミッドのこのキャップストーンに当たるところは日本なんですね。これは地球があって大陸があって海があって、ぴょっと日本があって、その先に太陽が来るわけですよね。この絵面、ピラミッドとピラミッドのこのキャップストーンに当たるところ、国際銀行が欲しかったみたいですけど、これに、地政学的に本当に、位置しているのは日本であり、でこれをですね、地図上で表していくとですね、日本の形ってこの最後こう北海道のところが竜の顔みたいになってるでしょ。そういう形で見ていくとですね、太陽に向かって登っていく竜のような、そういうイメージもあって、日本はね、どうしてもこの、海があってキャップストーンでちょっと離れてるということは、TPP でルールが決めれなくなるのは、いろんな国が全部ね、全部一緒くたにされても日本だけは独立を保ってですね、未来に一番近いっていうことはですよ、未来から世界に向けて平和とか、平和を作る技術とかを配る国っていう、そういう役目があるはずなんですね。未来に一番近いんですよ。で、独立してて、だから日本っていうのはその位置づけ、位置を持ってるんだから、これを失っちゃいかんということで、 TPP に入ってしまうとですね、そこのルールも何も決めれない、日本で何もできなくなるわけですよ。絶対断固反対ですね。で、これを TPP を反対してですね、日本をそういった、世界に向けてですね、未来を、世界に、教えていくっていうかな、広めていく未来の技術、未来の考え方、平和の思想、そういったものを世界に広めていく日本であるためにもですね、 TPP をなんとか阻止してですね、こういう産油国にもなり、こういう技術もあるんですから、なんとかやってみましょうよということで、今日お話ししました。今いろいろリクエストをいただきながら、最後まで、お話をいただきました。ありがとうございます。で、この企画は、短い関連品で、前のバラバラっていう居酒屋で今日はあります。それと来月、7月5日に、もう一度 J さんと船津先生で、やります。これまた詳細後でご案内しますので、よろしくお願いします。ということで、押した分、ここから10分でこの会場から全員撤収ということで、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
いや俺も頑張るよ。最高のプレゼンだ。